では、イクさん、トレーニング始めてどのぐらい痩せましたか？マッスルウォッチングに入会させていただいてからは、多分3キロぐらいだと思います。ですけど、入会する前からも、マッスルウォッチングさんでタクトレ自体は開始させてもらってて、で、それでやり始めたのが1月ぐらいなので、そこからで言うと5キロぐらい減ってます。おお。はい。5キロすごいですね。結構変わりました写真見たらやっぱりね、かなり変わってるのが分かりますよね。そうですね、体重っていうよりは見た目の方が結構変わったかなって自分でも思ってます。どうやって痩せましたか？どうやって痩せた一番今までの私だったら続けるってことが大変だったんですよ。多分今回は毎日その運動を続けられた、毎日は厳密にはやってないですけども、続けられたっていうのが一番大きかったんじゃないかなって思います。なぜ続きましたか？30分1本って固くなに私は決めていたので、運動する日はもう30分やれば十分って思って、それ以上できなかった自分も責めなかったし、皆さんがメールの LINE の中とかでもいっぱい1時間半とか、ちょっとうるさいですか？大丈夫ですか？大丈夫です。やっていても一喜一憂とかその影響とかされないで、私はもう30分以上できたら優秀って思って続けました。こう結構みんな人に左右されたりする中、どうやったらブレずにできますか？そうですね、失敗を繰り返してきたっていうのもあるのかなって思うんですけど、あまりこう先に結果を求めない、ちょっと待ってください、ちょっとどうしよう。そう結果をあまりね急がずにって考えたのが今回は今までと違いました。食事制限とかは行いましたか？食事制限は正直自然と自分で最初からやろうとは思ってなかったんですけども、高稲さんの、動画とかでも質のいいものをっていうお言葉もありましたし、なんかそういうので自然と自分の中でもいろいろネットとか YouTube とかで食事について調べるようになっていて、それで食べるもの、油を減らしたりとか炭水化物をちょっといつもよりは減らしたり、夜なくしたりとかっていうことはしてました。今までのダイエット失敗談を教えてください。失敗しかないんですけどでもやっぱりいろいろやったんですよ。加圧トレーニングもやりましたし、パーソナルもやりましたし、エステもやったし、断食もやったし、全部やったんですけど、やっぱり続かないことがずっと気になっていて、ダイエットって健康のために私は今回やり始めたので、ずっと年取っても元気な人間でいたいなと思って、そのためにはずっと年老いても続けられるようなことを探さないとダメだと思ったんですけど、それが今までできなかったのってなんだろうって考えた時に、すごくお金をかけていたりとか、すごく時間の制限があったりとか、必ずそこに予約したらそこに行かなきゃいけないとか、そういうところをなんかもう全部排除した結果、いつでも自由に自分で見つけてできるタクトレっていうのと、無理をしない目標設定とか、そういうところに行き着いたんですよね。だから食事制限もしてるとはいえ、食べたいことは我慢をしないで食べたい時に食べて、その代わり他のところ前後とかで調整をしてるっていうふうにしてます。今回メンバーシップに加入した理由は何ですか？加入した理由は同じなんですけど、一番いいなと思ったのが、やっぱりタクトレっていっぱい流通というか溢れていて、どれがいいかもわからないし、自分には何が合ってるかっていうのもわからないので、そこをフォローしていただけるっていうのと、あとはまあ金額ですよね。金額的にも全然例えば質問しない日があったりしても、そんなに痛くない金額だったっていうのと、
あとはこうメンバーシップの動画しかないっていうところが、メンバーシップでしか流さない動画があったりとかするので、まあ、そこで特別パーソナル的な知識とかっていうところも得られるのかなと思って、それが2990円だったらというふうに思って入会しました。最近めちゃくちゃ動画増えてると思うんですけど、最近追っつかないですね私全然追っつかないなんかショートのやつがいっぱいダダダッと出てきた時とかはすごい見やすかったんですけど、やっぱ長いとなかなか時間確保できなくって、で最近高根さんのトレーニング始めたら代謝が良くなったのか汗がすっごい出るようになっちゃったんですよ。そんなこともあり長風呂で前は見てたんですけど、もう10分以上ダクダクで入れなくなっちゃって、なんでその動画を見る機会もあまりなくっていうところがちょっと今もどかしいです自分の中で。まあ、筋肉がついたから代謝がかなり良くなったんでしょうね。うんですかね。こんなに私汗をかく人間になったことはないと思いましたその継続できた理由と、あとその、まあ、自分に合ったダイエット方法っていうところに行き着いた理由とかってありますか？なんか私が一番、これかなって思うのが、その多分高根さんの動画とかを見ずにやってたら多分前と変わりない感じで途中でやめちゃってたんじゃないかなって思うんですけど、それはなぜかというと、高根さんそのお話の動画とかの中で続かない人はなぜかとかいうお話もしてくださるじゃないですか、とか習慣化するための期間とかっていうところも教えてくださったので、まあ、とりあえずもう絶対1ヶ月は続けようとかそういうふうに期間を決めてやってみたら、もう気づいたらその時期過ぎていて、そんなにその頃には自分にとっても苦痛じゃなくなっていて、運動だったり食事制限っていうのがで慣れてしまって今普通になってきたっていう感じがありますね。それが一番大きかったかな。私がマッスルウォッチングに入って一番良かったことそこかなって思います。ありがとうございますなんかあれですか、私すごい酒豪じゃないですか。暴飲暴食をすごいするんですけど、これが今まで週2回やってたんですよ。土日両方暴飲暴食してたんですけど、それをやってる間は変わんなかった。それを土日どっちかっていうふうに決めて、どっちかはお酒は飲んでもいいけど食事は気をつけようってやり始めたらすごいするって。なるほどなるほど。やっぱり2日はダメみたいですっていう、皆さんお酒が好きな方に伝えたいなと思います。でもそんなにハードにやってるわけじゃないですよね。私全然本当みんなさんに比べたらやってないと思います。でもその私30分とか、まあ、ひどい時は、まあ、全然5分とか10分しかやらなかったりするんですけど、気をつけていることといえば、そのせっかく運動する時間を作ったらフォームとかお腹に力入れるとかそういう形とかをすごい気をつけるようにしてて、例えばワークハビットとか炊き合わせとかやる時に動画見ながらやりながらでも一番辛いポジションがきっと効くはずと思ってその形で頑張るようにしてました。だから少ない分この効果を効くように自分なりには考えてやってたかなっていうところですね。それはみんなのめちゃくちゃ参考になりそうですね。なんで力入れないで、例えばテレビとか流しながら YouTube 見てトレーニングをすると、気づいた
時にはもうテレビに集中しちゃってて、結構ドラマとか見てると力抜けて、あ、全然疲れないの今日って思う時とかあるんですよ。それはもしかしたらやめた方がいいかもしれないです。もうトレーニングやる時はトレーニングに集中して聞かせながらやった方が効果はあるかなと思います。今後はどのように続けていきたいですか？今後はどのように、やっぱりダンベルとかベンチは買えないですね。買えないですね。買えって言われてるのは分かってるんですけど、買えないんですよ。買えないので、私はあまり場所を取らない小道具を使いつつ、ホームコーナーとバンドとで、ひたすら堅くなに30分できればよしっていうのを、まあ、最低週 3,4 はいつもやろうって思っているので、それを、まあ、今まで通り続けていきたいなと思います。そうですね、動画飽きるね。そろそろワークハビット3と滝汗3以外の同じレベルのが出たら嬉しいなって思います。バンドのトレーニングを今増やしていってるところなんで、バンド系のやつでね、新しいのがあるのでちょっと挑戦してほしいなというところと、同じようにこう手軽にできるダンベルとかを使わないやつでも結構効果的なやつが、あるので、それもまた動画にしたいと思います。はい、ありがとうございます。